こんにちは。暗号通貨の税率が 20% になるのかどうかということでございます。株式や FX と同じようにですね、デリバティブという意味でいけば、暗号通貨暗号資産もこれは 20% 程度が望ましいのかなと思います。逆にですね、もっともっと深掘りした理由としては、今世界でブロックチェーン技術っていうのがね、しのぎを削ってるわけです。おそらくあらゆるテクノロジーの中で最後の砦、日本としてのこういったね、先頭を走るテクノロジーとしてはこのブロックチェーンがまずは日本に軍配が上がっていたのではないかなと思いますが、残念ながらこのいろいろな、ね、金融庁の規制によってスピードダウンしてですね、安全性という口実を重視するがあまり、現在トップ集団から大幅に乗り遅れて、日本国内ではね、マイニングもされてませんし、それから新しい暗号通貨革新的なものも日本では生まれてませんし、何よりもカルダノというのがね、日本で上場されることがまだ見送られている状態です。まあ、その中でね、立憲民主党、維新の会ですね、日本維新の会の音喜多駿さんがこの問題について、もう税制をもうちょっとね、柔らかくしようとかね、それからもっと扱いやすくしようということで、財務省に質疑を出してくださいました。その模様がありますので、まずはこちらをご覧ください。それでは次にですね、仮想通貨、いわゆる仮想通貨暗号資産についてお伺いしたいと思います。ここ数ヶ月、ビットコインをはじめとする暗号資産の高騰が続いており、つい先日もビットコインの価格が600万円を大きく超えて話題となりました。我が国においても暗号資産に投資する投資家が増え、暗号資産取引業界の自主規制団体である日本暗号資産ビジネス協会、日本暗号資産取引業協会などからも、暗号資産取引による所得は株式取引や FX と同じように申告分離課税の適用、こうした要望が出されております。我が党は税制をできるだけシンプルにするということも一つの目標にしているため、この分離課税のあり方については常々議論になるところではあるんですが、少なくとも現時点、株式取引や FX が分離課税であるというこの現時点においては、それに合わせるべきだとも考えております。今般金融商品取引法の改正により、暗号資産が金融商品として位置づけられたことにより、株式取引や FX 同様金融資産性を持つ支払い手段という複合的な性質を持つことが明確化されたものと考えています。昨年も本委員会と決算委員会で合わせて2回この点質問や要望させていただきましたが、租税の公平性、公正性の観点からも、暗号資産デリバティブ取引につき、他の金融商品先物取引等の決済と同様に 20% の分離課税とすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。金融庁中島総合政策局長。お答えいたします。暗号資産の取引にかかる所得につきましては、株式等の売却益等が分離課税とされていることと異なり、雑所得として総合課税の対象となっております。この株式等の売却益等が分離課税の対象となっておりますのは、家計の資産形成を後押しするという政策的要請等を考慮したものであると認識しており、こうしたことを踏まえると、暗号資産を株式等と同列に論じることについては、なお慎重に検討する必要があると考えております。音喜多駿君。はい、この議論は、ね、いつもさせていただいているんですけども、この資産形成の促進という意味があるということで、現時点では、やはりビットコインとか暗号資産というのはちょっと投機性が高い、そういった懸念もあるんだと思うんですが、これ鶏卵の部分もありまして、市場の成熟、こうしたものもしっかり流していくためにはですね、やっぱ税制というのも目を向けていかなければいけないということで、これで引き続き検討を進めていただきたいと要望いたします。暗号資産の取引については、過度な投機に用いられることを防ぐために、金融商品取引法の改正では、1年間の経過措置を設けた上で、暗号資産の証拠金取引のレバレッジ倍率、こちらが4倍から2倍に引き下げられることになっております。規制の強化は投資家の自由な取引を妨げるという、こうしたデメリットもあると考えられます。施行以降の現状というのをしっかり注視してですね、これ施行したら終わりではなくて、定期的に見直す機会、これを早急に検討して設けるべきと考えますが、現時点での金融庁の見解をお伺いいたします。金融庁古澤企画市場局長。お答え申し上げます。委員のご指摘のとおり、2019年に成立いたしました改正金商法におきまして、今回の個人向け暗号資産デリバティブ取引の証拠金倍率の上限を定め、今回2倍と設定しているわけでございます。この考え方でございますけれども、2018年12月の研究会の報告におきまして、仮想通貨の価格変動は法定通貨よりも大きい、こういう実態を踏まえた適切な上限を設定することが適当である、また EU における規制で2倍とされていると、こういうことで2倍とすることを基本に検討すべきという意見もあったところでございます。これを踏まえまして、その条件につきましては、過去のデータから取引量の多い主要な暗号資産の1日の価格変動をカバーする水準、これを算出勘案して2倍と設定しているところでございます。直近の例えば1月30日でございますけれども、暗号資産の価格大幅に変動しているところでございます。引き続き証拠金倍率の上限は2倍程度がそうというふうに考えられます。いずれにせよ、暗号資産の価格変動を含む取引の状況、海外の規制動向につきましては継続的に注視してございます。利用者保護、業務の適正な実施の確保観点を踏まえて、必要に応じて制度のあり方については検討してまいりたいと考えてございます。音喜多駿君。これもですね、定期的に議論させていただいておりますけども、レバレッジ規制を4倍から2倍に下げたからといって、じゃあ安全性が増すかというと、そういう単純な問題ではなくて、逆に板が薄くなっても、ボラティリティが低下をして、リスクが増すと、そういった観点からの指摘もあるわけでございますので、これ実施したと実際どうなっていくのかということを、しっかり注視していただいて、それ投資家がやっぱ逃げてしまうということもありますので、これ定期的に早急に見直す機会というのをやはり設けていただきたいと要望いたします。で、暗号資産はブロックチェーンの技術に支えられております。ブロックチェーンの特徴は、不正な改ざんを限りなく不可能にできるという点にございます。この特徴を生かして、現在では暗号資産だけでなく、ノンファンジブルトークン、最近そういう言葉がよく使われますけども、貿易取引に使われる信用状や絵画などのアートの作品の
証明書、取引記録などにも用いられ始めております。このようにブロックチェーンの技術は本当にもう書くことのできない先端技術となっています。現在欧米を中心に世界規模でこのブロックチェーン技術の開発競争が起こっております。日本もおいても一部のスタートアップが前進しているものの、2年前3年前はかなりもういいところにいたんですが、今この先頭グループに立つに至っておりません。今後日本がこの分野で世界をリードしてですね、ブロックチェーン技術の発展がこの発展をさせていくためにも規制に重きを置いたこの取引規制から緩和してですね、この技術発展、それ投資家のこのまあ市場の成熟、こうしたものを、ね、促すために展開していくと考えますが、最後麻生大臣の見解をお伺いいたします。麻生大臣、暗号資産等々、いわゆるクリプトアセットというのに使われておりましたので、このブロックチェーンというのの、の技術というのは、これは肯定的な評価が多いんですけれども、同時にこのクリプトアセットに関しては、議論があっておりましたけど、投機的な取引を助長しているという指摘、また複数の業者による、いわゆる顧客資産の流出議案等の発生、またマネロン対策に関する国際的な議論の動向などのいろんな問題があるのは確かなんで、技術の発展により新たに生じてきました、いわゆるリスクに対して、きちんと対応していっているかというところが一応に重要な問題なんだと思うんです。昨年5月に施行されました現行の制度というのを見ますと、こうした考え方に基づいてイノベーション等と利用者保護等のバランスというのをよく考えながら必要な規制を整備してきたものなんですが、この利用者保護が確立でないところは発展しません。そういった意味でまずは現行制度の下で暗号資産に関するいわゆる取引の適切性だろうな適切性というのをきちんと確保していくということがまずは重要と、そこができませんとさらなる発展も難しいということだと思って、だってこの暗号って名前もうちょっと別の名前に変えたらどうかな、だから、そんな感じするよ、暗号に変わる名前をしっかり考えて業界として提案してもらいたいと私も考えてみたいと思います。時間ですので終わります。ありがとうございました。はい、ということでね、麻生財務大臣いろいろまとめてくださいましたけども、やっぱりね、麻生財務大臣が考えていることはあまりにも古すぎるということですよね。まさに戦後の日本から昭和魂をね引っ張ってきて、そのまんま昭和に頭を置いてきたままなんでしょうね。なんせ80過ぎてますから、80歳過ぎた人がブロックチェーンの勉強するのはまあ微笑ましいんですけども、全く見当違いですよね。まあどういうことが見当違いかというと、まあ暗号資産、暗号通貨、この名前を何とかしろって言って、何とかしろってこっちが言いたいですよね。誰がそういう名前つけたんだってことじゃないですか。金融庁が決めたんでしょう。何を言ってるんだということでございますね。あとね、マネロン対策とか何とか言いますけども、暗号通貨使わなくたってどれだけのマネーロンダリングが行われてきたんだっていうことなんですよ。まあこれはね、金融庁のやっぱりセキュリティの甘さにもう全て由来すると思いますけども、まあ、ですんで暗号資産が、仮にね成立したとしても、別にマネロンに使われるってね、現金よりもマネロン対策にはなると思うんですよ。まあ、この辺は麻生財務大臣全くちんぷんかんぷんなところじゃないかなと思います。なんせブロックチェーン技術ですから、ログが終えるわけですよね。マネロン対策、それがないように暗号通貨なんですけどね。そしてリスクの面と言いますけども、リスクは何をやっても生じるわけですよ。でずっとね申し上げてるのが、暗号通貨の税制を 20% にしたところで何のリスクが生じるのか、そしてどんなマネロンが対策としてなされるのかってことなんですよ。税制が高ければマネロン対策になるんですか、税制が高ければリスクは減るんですかって、全く違う意味を持ってくるんじゃないかなと思います。まあ、そして暗号通貨に対する投機の意味付け、この位置付けをやっぱり恐れているということなんですけども、暗号通貨じゃなくても投機は山ほどあります。そちらを取り締まらずに暗号通貨にそれだけをね論じていくのはまた妙な話ですし、世の中に投機っていうのはあるわけですよ。投機っていうのを使いながら人は育っていき、社会は育ってきたわけですよね。そしてこれからも暗号通貨に関わらず投機ってものあるでしょう。だからどうなんだって話ですよね。これも別に税率を 20% しても全く問題ない話だと思います。で最後に麻生財務大臣は利用者保護と言ってますけども、利用者を保護してないのは金融庁じゃないですか。ブロックチェーンにその責任を押し付けて私たちを守ってるふりしますけども、金融庁が税金を上げたり財政出動しなかったり、もう日本をめちゃくちゃにしてるわけですよ。その最後の頼みの綱として民間から出てきたこの暗号通貨っていうね、クリプトアセットメントというものをさらに否定して、どうやってね国際社会で共同すればいいんだって話ですよ。私たちは手をもがれ、羽をもがれ、足をもがれ、それだけでね何を戦いっていうんでしょうね。だから麻生財務大臣がまさに、なんて言いますかね、リスクであり、麻生財務大臣の行動が投機であり、麻生財務大臣が利用者を保護していなくて、麻生財務大臣がなんかね常識ロンダリングっていうかね、困ったもんですね。音喜多駿さん、これからもね追及していただきたいと思います。